久保さん、今回身身身、身内のみ、み、身とは、の感じにしましょうか。まあ、億万長者合宿でね、あの、なんか家族のためですとか、なかお客さんのためですみたいな参加者の方がいて、それ自分のためちゃうんですかみたいな。<laughs> なんかね、そういう話をしましたけど、本当に守りたいんですかね <laughs> 本当に守りたいんだったらやれようと思うんですけど、うーん。 だからまあ、本当に思ってる人って強いと思うんですよ。表面上の言葉ではなく、本当に思って言ってる人って強いと思うんですよね。だから、訴えてる人。話してるんじゃなくて、訴えてる人。これは強いと思うんですよね、うん。自分の、その、あの、そこから出てくるメッセージっていうのは強いと思いますし、やっぱりその、うん、負けないですし、負けようがないです。 なぜならばん、また湧いてくるんで。うん、そう。なくなっても湧いてくるんで。でも、その言葉をただ言ってる人って、言葉はすぐ風に吹かれてなくなるみたいなね。<laughs> そう。<laughs> 心から思ってると、多分、湧いてくるから、続くし、できるし、やるし。だって、<あ>そう思ってんだから。 僕は松下幸之助さんの言葉が非常に好きなんですけど、売り上げを上げたいと思うんだったら思うことだよっていう。<laughs> ね、<laughs> めちゃくちゃシンプルなんだけども、まあ、究極系だなと思いますね。思わなければ始まらないっていう。稲森和夫さんがね、確かに、思わなければ何も始まらないぞと。衝撃を受けましたみたいなね、本で書いてありましたけど。で、そのセミナーにね、講演に参加した人はね、松下さんがそう言ってね、 なんか、失笑。なんか、セミナー会場、失笑みたいなね。何を言ってんだこいつみたいなね。<laughs> みんな思ってんだバカ野郎みたいなね。なんかそういうなんか、なんかすげえ僕はその会場にいたわけじゃないですけど、すごくイメージできますね。うん。いや、そういうのじゃなくて、その具体的にどういう経営していけばそうなるのかっていうのを聞きに来たのに、思うことだみたいに。いや、思ってっから来てんだろみたいなね。なんかこの、矛盾と余盾というか、 なんかパラドックスというか、うん。でも本当に思ってないんじゃないかなっていう。うん、そう本当に思ってるんだったら、確かにってなるかもしれないですよね。こここ心に何か響くことがものがあるんじゃないかなと思うんですよね。少なくても結果的にその失笑した人より松あの、稲森和夫さんはね、もう すごい結果を出されたと思うんですけど。多分まあ日本の経営者の中でも偉人だと思うんですよ。ま,まだね、亡くなってない。まだいいい生きてると思うんですけど。稲森さんの功績っていうのはすごいと思うんですよね。まあ今ちょっと KDDI がね不所、なんか問題を起こしてるらしいんですけど、まあそれを作ったのは稲森さんですからね。KDDI。うん。なんか KDDI が今なんか回線が繋がらないみたいな、なんかね。なんかニュース、なんかニュースでやってた話だけど。 うんであ、あれを作るって、まあ、すごいっすよね。うんまあ、あの、JAL の再建もね、僕はね、すごいなと思いましたね。だって、畑違いじゃないですか。どう考えても畑違いじゃないですか。確かに、まあ、経営はしてきたけども、飛行機全くじゃないですか。<laughs> 飛行機産業全く知らないですよね。稲森さんとか。飛行機なんか。でも、それでも結局、ね、JAL を再建できた。まあ、今はちょっと経営状態わかんないですけど、当時ね、再建したっていうのは、結局その、まあ、何をやってたかっていうと、まあ、その当時の話を聞くと、経営陣の考え方の改革ですよね。まずは。だったりとか、あとはその、うん、マインドの、その、稲森イズムというか、あの、なんか、手帳配ってね。 で、一人一人にその考え方をこう変えていくっていう、うん、ことをやったみたいですけど。まあ、あれはでもほんとすごいなと思いますね。異業、完全なる異業種で。じゃあ、それ受けるあ、あのね、仕事を受ける器もすごいですよね。うん。なんかカンブリア宮殿かな、かなり昔ですけどね、カンブリア宮殿かなんかで、そのインタビュアーの人が、なんで受けたんですかと。 みたいなね。まあ、それはそうですよね。<laughs> そう。うん。よく受けたなと思いますよね。だって、リスクしかないじゃないですか。うん。しかも、どちらかというとね、うまくいかないリスクの方が、だってもう、ね、自分が別にその、ね、飛行機の経営をしてて、なんか、 その経験者でもなくて、しかも今もうどん底の状態じゃないですか。だからこれを V 字回復するのっていうのが、まあ奇跡というかね、こう、やったことないことを V 字回復させるっていうのは、すごいですよね <laughs>。だけど多分、まあ話を繋げるならば、まあ稲森さんが思ってたことっていうのは、うーん、こう、誰よりも強い思いで、その会議数に、 腰を据えてね。まあ、言葉ではなく思いを伝えたんじゃないかなと。で、その思いっていうのが、その働いてる人たちに伝わったからじゃないかなと思いますけどね。うん。いってらっしゃい。